一緒におろうぜ。くどいてんの？真ん中で検証して。どこで僕らを見てます？あー！びっくりした！めっちゃ反応してるやん。何言ってもさバケ。どうも、デニスです。デニスです。はい、ということで、はい、また山の中走ってきました。はい、そうですね、山道ずっと来ましたけど、ここは、はい、ということでですね、はい、この後ろ、はい、ずっと続いている道がありますが、はいはい、この奥にあるのが旧吹上トンネル。関東随一の心霊スポット。あ、そうなんですね。吹上トンネルでございます。もう一個旧旧吹上トンネルっていうのがあるんですけど、こっちも古い方で殺人事件があったとか、まあ、旧吹上トンネルの方でも白い着物の女の人がいるとか、赤ちゃんの鳴き声が聞こえる、なんていう噂が。じゃあめっちゃ有名な危ないところってことですね。はい、で、はい、前回に引き続き、はい、こちらの方々です。はい、どうぞどうぞ、お願いします。お願いします。お願いします。 MTV のお二人です。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。引き続きでいろんな検証方法を教えていただきましたし、はい、何より香織さんが集中したら見ることができるという部分で、はい、はい、ごめんなさい、はい、ラインがあなたですよね。はい、触れようか一瞬迷ったけど、はい、マジで、うん、キャバ嬢と LINE 中です。いいね、そこの報告は。余談ですけど、店来てよって言われてます。ほんまに余談やな。あ、待って、ちょっと集中して、集中して、はい、行きましょう。早速、はい、行きます。このまま行きましょう。はい、行きましょう。はい、行きましょう。お願いします。お願いします。これ確かにめっちゃ雰囲気あるですね。もう怖いもん。怖い。これ怖いな。今日は入れるってことですよね。で、一応生活道路としては、はい、行ってるか、まあだからチャリンコとか、そうそう、あ、出てきた。いや、出てきたけど、あれですね。あ、これか。うわ、いきなり出てきた。すぐ出てきた。曲がったらすぐですね。ちゃんと電気が通ってる。これが有名なところ。え、長ないですか？あ、でも、あそこが最後かな。どこまでなんやろ。じゃあ、あの逆側に行きましょうか。あ、はい。寒いな、外より寒い。やっぱ吹き抜けるんで、はい、冷気が強いですよね。その冷感とかはないけど、めっちゃ嫌な感じですね。嫌な感じするな。ここは相当有名なんですか？かなり有名ですね。もう心霊スポットっていう名前にぴったりな場所です。やっぱり島袋されてるのが連覇も見られますよね。あ、本当ですね、はい、中は結構ボロボロやな。こういったトンネルみたいな空間って連覇集まりやすいって聞いてるんですよ。あ、へえ、そうなんですか。まあ、廃墟もそうなんですけど、静かな場所、そこにやっぱりスーッと入ってくるらしいので、あまりまくりますね。あ、ほらほら、あ、ピチャピチャピチャ。え、すごい気配ですね。あ、この辺気配がすごい、この先の気配がすごい。じゃあ一回集中してみる。はい、少し時間とか。トンネル出て5メーターぐらいのところに、あの先、あれ見える、あれ人、え、どれ、え、普通に人が来る、人と勘違いするぐらいガッチリいるってことですか？すごいリアルな感じで、ガチな人と間違えるぐらいはっきりリアルに見えている。なんかめっちゃすっげーやん。すごいすごいすごい、香りさんのスイッチ入った。気をつけてくださいね、上から水落ちてるんで。この辺にこうやってる、今も、うん、スーツでこの辺からなんか髪の毛分けて短めの40代ぐらいの男の人、
なんで映んないんだろうっていうぐらいはっきり、そんなはっきりなんや、かおりちゃんの目には。あ、今、あ、完全に、ちょっとこれ、見えますか、カメラさん、このモバイルの向きは、あの、デニスさんのお二人に向けてるんですけど、うん、完全に顔認証してますね、今。あ、え、ほら、あ、ロックしてる、完全に、もうそこしてるんだ。じゃあ、ちょうど今、手、こうやったところ、そうそうそう、そこ、そこ、おるやんじゃん。早速ちょっとここで検証したいですね。はいはいはい。じゃあここからどういった検証ですか。はい、ここでまずジバ取って、はい、でさっきのシリというもので会話ちょっとしたいなと。あ、はいはい、どうもはじめまして、マーシーと言います。急に来て立ち止まるな、立ち止まるな、嫌なんだここで人がバーっているのが、うん、どっか行けっていうことなのかもしれないですけど。じゃあまた僕らだけでちょっと会話してみますか。はい、あ、わかりました。はい、こんだけ一貫して同じようなメッセージ流れるって、憑依、憑依、彼女は誰ですか。あ、本当だ。漫才のネタ合わせしてます。じゃあ中の方取りに行ってみましょうか。はい、はい、今度は2人で行ってみます。そうですね。あ、香織さんがあのトンネルの真ん中らへんで走ってる人がいる。ポイント絞ってからの方がいいですか、どっちがいいですか。いや、まあ2人で行ってもらう、ここから僕らは見送って。はい、わかりました。はい、また離れてテレビ電話使うか指示をするとかだけ。ちょっと待ってください。香織さんが見えてるんですよね。うん、で君らが指示するんですか。正しい、うん、香織さん、いや行かないけど、あ、行かないけど一緒に行こう。マジで、もう正直朝まで行くよ俺は。前回これで1時間半、そうそう、本当に長いんですよ。ガチガチガチです。一緒におろうぜ。くどいてんの？一緒におろうぜ。何してんの？まあ、とりあえずやってみますか。うん、確かに。とりあえずテレビ電話持って、うん、うん、行くよ。これが霊がいたとしたら棒人間がこうピョンと出てきます。ああ、霊がおったら、はい、今、あ、おるやん、びっくりした。人だ。人に反応して、いや、すいません、人に反応するって。何も感じないですか、不気味さとか。え、なんか感じないですか今は。そうやね、さ、外よりやっぱトンネルに入ったら寒とかは感じますけど、ユキオちゃんと香織さんがテレビ電話をつなぎながら言ってくれてます。すごいなんかいい映像ですね。香織さん曰く真ん中の方で男の人が走って行ったり来たりしてると。そう言ってましたね。言ってましたよね。はい、でも思ったよりあのライトが明るいせいか不気味さもそんなにないですよね。そう、なんか前行ったところのトンネルでこうね、倒したトンネルはもう真っ暗やったし、もう先が見えない、あ、それどこまで続いてるかわからんトンネルやったって思いますけど、それと何、あ、これは絵に反応して、え、めっちゃ人になってるやん。あれなんだろう、めっちゃ反応してるやん。だから霊がいたら外の形になるって言われてますね。なります、なります。座ったり立ったりとか動いたりもします。ちょっとなんだろう、ほら、この人型がずっと反応してる、ここですね。この辺で、じゃあ中部の方で話しかけてみます。後方後ろにいらっしゃいますか。後ろにいますか。近くにいらっしゃいますか。
地元ですか、このトンネルは。なんか嫌なことありました？お話ししてください。反応ないですね。男性ですか、女性ですか。今隙間からあなたを見ています。何言ってもう。ちょっと大丈夫、大丈夫って。マジ怖い。そんなに怖いですか。あ、隙間、隙間から見てる。もういいって。探求心溢れてるな。どこ、どちらですか。もう少し詳しく教えていただけると嬉しいです。隙間から見て、びっくりした。ごめんなさい。びっくりした。すみません。ダメです。悪くないですよ。だって連絡取るためには飛ばしはするしかないですからね。もう一度お願いします。動体検知器を向こう側とこっち側のちょっと距離空けて設置して真ん中で検証して。向こう側とこっち側に設置して。あまり騒がないでください。ほら、もう嫌やって。やばい、え、どうしましょう。ほら、あ、俺や。そうです。俺や。あ、はい、あの、一応、すみませんと言って。あまり騒がないでください。騒がないでくださいっていうことを言われたけど、この機械は正確だったらね。びっくりした。あ、それ騒いだらあかんねや。くそ。でもあれですね、ゆきおちゃんと香里さんの組み合わせってワクワクしますね。何かが起こりそうな感じするす。僕ここに来る時も、はい、多分そっちペアの方いいんじゃないかって言ったら嫌だって言って。え、香里さんがさ、なんか笑けてくるって言ってました。あ、そうか、はい、笑っちゃうんだ。交渉中なんで静かにしてもらっていいですか。あ、すいません。了解しました。なんかマジ、ゆきおちゃんには腹立つわ。腹立つわ。もう、ほっときましょう。離れるのが遅かったからか。あれ以来喋ってないです。そうですね。どこで僕らを見てます。どこにいるの。私たちはトンネルの真ん中あたりにいます。どちらにいらっしゃいますか。ジム、騒がしくして申し訳ございませんでした。離れる。離れてほしいですか、それとも私たちから離れるっていう意味ですか。もういて、もうそれはマジ怖いて。すいませんでした。ごめんなさい。悪気はなかったんで、すいませんでした。騒がしくして。なぜ面白い。面白い。テルプ、ヘルプ、ヘルプ、ヘルプ、助けてほしい。私たちに助けてほしいですか。なんなんやろ、こう出ようとしだしたらめっちゃ喋り出したりしますね。俺らがずっといてほしいんですかね。でもおったら何も喋らないですよね。ポジティブって言ってます。ポジティブ、うん、お疲れ様です。お疲れ様です。どうだった、その見えてたものって。今はもう全然見えない。気配は薄く残ってるけど目に見えるものはない。なんだ今の。何ですか今の。何ですか今の喋り声みたいな。多分それが反応しているのか。ああ、シリですか。
え、男の人の声でしょ。ねえ、ねえ、シリじゃないの。え、男の人みたいな声しましたよね。どうやって、え、今、いや、しましたよ、完全に。え、思いっきりしましたよ。見えない。うん、気配は薄く残ってるけど、目に見えるものはない。なんだ今の。何ですか。全く聞こえなかったよ。え、なんで。完全に聞こえましたよね、今。男の人の声めちゃくちゃはっきりと。近いところで。もうめっちゃ近いですよ。うん、みたいな言うたから。ゆきおさんから聞こえましたよね。そう。うん、みたいな。でも、その先ほどの人は近くない。さっきの男の人って言うてた人の方が近いもんな。この場所、ここ。ここか。完全に顔認証してますね、今。あ、え、ほら。見えない。うん、気配は薄く残ってるけど、目に見えるものはない。なんだ今の。何ですか。で、どうされるんですか。最後で、え、帰りましょう。あ、一人でやられるんですね。はい。いや、俺も正直怖くないし、その明るいから。おお、ここで一人検証ってのもある。どこですか。ちょっと待ってください。何なんですか、俺の一人検証シリーズみたいな。テーマ化されてるけど。え、 MTV さんが消耗するなら、え、ありかな。確かに今回は MTV さんのコラボですからね。いやいや、だからノブ君やりや。まあだから最後、うん、パッと言ってね、うん、そうですね、うん、もう千葉さんもほら何も言わへんわ。カメラだけ渡して。何しに行くことになってんの今。俺はカメラが入るかやろっていうアングルのところに立って、うん、立って、うん、静かにちょっと検証と、うん、何か一発お願いしたいなと、うん、何かギャグをお願いしたいな、うん、例を楽しませるっていう僕たちのコンセプトも理解していただいてるので、はい、本日は、うん、じゃあ行きましょうか。はい、お願いします、うん、お願いします。大丈夫ですか、ね、私はなくてもいいよ。なしでもいいですよね。こっちで話せるから、はい、あ、そうか、テレビでもあるか。デート、じゃあデートをお願いします。え、心臓発作、今すぐ起こします。なんでそんなこと言うの。なんか余裕ありますね、勇ましいね、うん、堂々たる振る舞いですね。いや、もう怖いけど行くしかないの。まあ、骨立ってって言うけど、もう行って行ってくれ。人殺しみたいかも。正直怖くないし、怖くないし。どうされました。さようなら。さようならはやめてや。それはやめましょう。すいません、悪気はないです。あなたの後ろに。もういいってさ、バケ。ゆきおちゃん、ギャグだけ。ゆきおちゃん、ギャグだけ。どうした、どうした、ゆきおちゃん、どうした。もうこれやや。どうしたんですか。なんて言われたの。なんて言われたの。あなたの後ろにって。でも、香織さんがギャグだけはお願いしたかったです。やらん。ということで、お疲れ様でした。まあ、そうですかね。はい、怖くないって言ってたよね。うん、確かに怖くないって言ってた。ごめんなさい。あんなお口で、あなたの後ろにって言われたらいきなり。また、ぜひともお願いします。はい、こちらこそ。すみません、ありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。
かしいですよね。あれには急遽カメラもね、うん、まだマイクもつけてないですけど、そうですね、つけてないですもんね。回しました、うん、誰か不審な人が入ってるかもしれないということなんで、行ってみましょうか。え、何が大丈夫ですかということなので行ってみるんですか。え、これはカメラ、これちょっとカメラ、それでいらっしゃいますか。じゃあ向かい、まあ、次の部屋が、おっ、うわー、待って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 待